レッスミラジ特別操作隊。この番組はプロの音響でカラオケが楽しめるスター気分原音楽事務所の提供でお送りします。どうも、スーミーのトムです。スーミーのシンです。スター気分のナオミです。よろしくお願いします。始まりました。レッツスミラジ特別捜査隊、9月のね、末に差し掛かろうとします。まあ、4週目ですね。はい。うん。まあ、だいぶさ、夜とか、まあ、朝も、涼しいじゃん。涼しくなりました。そうだね。昼は暑いけどさ。うん、昼は暑い。朝と夜はやっぱ涼しいよね。うん。まあなんかよく体調崩すとか、うん、まあよくあるじゃないですか。はい、ある、ね。まあだからそのエアコンつけずに、まあ寝たらですね、まあ睡眠の質も上がってきたんですよ。まあ快適に、睡眠も取りつつ、まあ夢なんかもね、また見るわけですよ。まあちょっとそこで今回のお題なんですけど、じゃじゃん。はい。夢になります。はい、うん、ドリーム、うん、睡眠の時の夢、ナオミはですね、はい、毎日2パターンぐらい夢見ます。最近見た夢で、シルエットは出てくるんだけど、あ、誰か顔が出てこなかったり、顔だけがちょっと気になるなって、うん、でストーリーももう起きたら忘れてる、うん、なんかで多分ね、うん、嫌な夢だったんかな。なんか見たけど覚えてない。ああ、すごい気になる。シンは？シンはなんか夢見たりする？いや、僕はそんな夢見ないんですよね。その見る人と見ない人ってなんかやっぱ特徴とかやっぱそういうのあるのかなーって今気になっていたんですけど。ああ、夢イコールその睡眠の質だったりとか、その睡眠の仕方って結構多分あると思うんですよね。まあ、多分そういうところでちょっとこう違いがあるのかなと思ってて、今回もいろいろこう調べたところですね、はい、まあ、そもそもこう夢を見やすい体質というか、この夢って、まあ、そもそもこのレム睡眠とノンレム睡眠っていうのがあって、ああなんか聞いたことありますよね。はい、レム睡眠って方がまあ夢を見やすいらしいんですよ。でこれその時は浅い眠りなん。そうですね、はい、レム、はい、うんうん、レム睡眠、まあ4段階あるらしいんですけど、このレム睡眠の方が浅く、より鮮明に夢を見てるっていうことですね、うん、だからその睡眠の質って、まあ、冒頭なんか快適な睡眠って僕言ってましたけど、実は夢見てる時ってあんまり睡眠の質って良くないらしいんですよね。俺自分自身睡眠浅いと思ってたんだけど、おあんまり夢見てないってことは意外に深い眠りについてるっていうことかな。そうか、寝起きとかってどう？最近はあんまり良くはないけど、寝起きは、うん、かもしくは寝てないっていう説も、もしくは目開きっぱのね。え、ナオミどうですか寝起き？悪いです。あれは悪いですか？僕もなんですよね。まあ夢見てる人たちは。取れてない傾向があるっていうことですね。で、まあ、この夢ってまあ話題が出てきて、はい、まあ、よくまさ夢ってあるじゃないですか、うん、夢がまあ現実になる、まあ、これがまあまさ夢ですよね。まあ、枕の下にですね、なんか写真入れとくとその人が出てくるみたいな夢の中に出てくるとか、入れたことあるある、ありますよね、うん、あるある結構これみんな聞きません？でも夢に出てこなかったよ私は。本当ですか？でこのまあマサイ夢とは違って、まあ、あの悪い夢、まあ、よく見ますよね、はいはい、ちょっと怖いような夢とか、怖そう、まあね、お化けとか、あの人に追っかけられる夢で、あでも走っても走っても先に進んでないんです。ありますね。進んでないけど、ね、進んでないけど捕まりもしない、はいはい、あ同じいやずっと走ってたりするんですよね。確かにあります、ね、それでもがいてる感じが、うん、そんな夢見る。まあなんかそういう人って結構その、はい、まあ、生活の不安だったりとか、まあ、なんかストレスとかがこう溜まってる傾向があるらしい。ああ、
まあ、なんかその病気とか事故の中をネガティブな出来事だったりとかをなんかもう常にこの気持ちが、あ、そうだ、まあ、精神状態がこう良くないみたいな、あ、ストレスだったんだやっぱり。あるみたいですね。今回ですね、はい、まあ、夢についてまあお話をしていきました。まあお話をしたり、まあブラッシュアップをしていきましたけど、うん、まあやっぱこの夢の中でも、まあ、めちゃくちゃスピリチュアルな、お話があったりとか、うんうん、これって結構身近に感じるよねみたいな、うんうん、お話もあったりだとか、うん、まあ、ちょっと、うん、今日、まあ、目調べたお題を見てみて、どうやった？まあ、そうだね、まあ、そもそも夢って別になんかその深く考えたことはなかったよね、うんうん、まあ、いい夢も悪い夢もね、しかり、まあ、夢を見るっていうことは、まあ、どこ睡眠の質が関係したいであったりとか、そのなんかストレスだったり、うん、そのまあ自分のこの精神的なところも関係していったりとかさ、うん、まあ、なんか自分の体によって夢ってやっぱこう作られてるんだなみたいな、うん、まあ、経験だったらいろいろあるとは思うんだけど、まあ、見ない俺からしたらね、うん、もっとなんかいろんな夢は見たいなとも、うん、よりこういうのを多分知ってったらね、ハッピーな夢だったり、自分が自由自在に操れる夢だったりをね、自分でなんか見ていきたいなとも思いましたね、やっぱ。ナオミどうでした？どんだけ私はストレスが溜まってたのかなって自覚しました今。この夢見たときは、あ、こうだなろうなって自分のこの情緒だったりとか、うんうん、そういうの結構わかりましたよね。わかりました。はい。お題、夢についてね、語ってきました。はい、これ皆さんもなんかこう納得するな、あ、これ聞き覚えあるなとか、あった方はぜひぜひ、コメント、まあ共感していただけると嬉しいので、よろしくお願いいたします。お願いします。いい夢見たいね。見たいですね。以上、我らの雑学、豆知識、聞いてみらんねーでした。はい、レッツ墨田寺特別捜査隊、まあ、こちらのね3ヶ月間に、渡り、まあ、皆様にお届けをしてきました。はい、まあ、そこでねちょっとこう軽い振り返りみたいなものを、うん、ちょっと番組の最後にしようと思いまして、まあ、ナオミがですね、まあ、3ヶ月間の中、まあ、印象に残るようなことだったりとか何かありますか？ね、3ヶ月だったのね。このトムとシーン2人とはこのラジオ番組をするにあたって知り合ったんですよね。うん、そうでしたね。今からだという時にもう終わっちゃうのかよ。はい、でも楽しかったです。楽しかったですね。はい、お付き合いありがとうございます。ありがとうございました。まあ、シーンはそうですね、まあ、この3ヶ月という短い期間ではあったんですけど、まあ、ラジオというまだ僕たちスーミーがやったことのない新しいチャレンジだったので、まあ、いろんな経験をねできたっていうのはこれからの活動にもうすごく生かされるなぁとも思ったし、またどこかでねちょっとラジオもねできるようにこれからのね活動もやっぱ頑張っていかなきゃなぁと思いましたんで、はい、まあこれまで聞いてくださった皆様、リスナーの皆様も本当にありがとうございました。はい、トムからですね、はい、まあやっぱりまあね本当同じようなことを言うかもしれないですけど、まあ初めて僕らYouTuber が、まあ、ラジオするということを今年7月から始めまして、そこから3ヶ月やってきたんですけども、本当になかなかうまくいかないとか自分の思い通りにいかない時ももちろんあったりとか、でもその分ラジオを通して出会った方だったりとか新たな知識っていうところも、もちろん用いられて人間としてもね成長できた、そんな、まあ、ラジオだったなと僕は思っております。何センチ伸びたのかな、まあ、身長というよりかはハートの器の方が、大きくなったなっていう。あ、はい、まあ、ちょっとこう、はい、本当ですね、まあ、3ヶ月間にわたって、はい、お届けしたこのラジオをですね、はい、応援していただいた方本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、で、まあ、ここで最後にお知らせ、まあ、情報をねお願いいたします。はい、これまでの放送されたラジオはスーミーの YouTube から視聴可能となっております。スーミーの動画投稿日は水曜と金曜と日曜の週の3回投稿されているので、ぜひ YouTube の方もねいろんな僕らが見れますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。お願いします。はい、本日はこの曲でお別れします。アースウィンド&ファイヤーでセプテンバー。またどこかで会いましょう。ありがとうございました。この番組はプロの音響でカラオケが楽しめるスター気分原音楽事務所の提供でお送りしました。第2
第4金曜日、来月からのこの時間は新番組ゴールデンポップスセレクションをお届けします。懐かしい洋楽の数々でお楽しみください。スター気分直美とベーシストマサニーでお送りします。ぜひ聞いてくださいね。